でその中で一番これが間違いないな。 一番これがお金が増えたなっていうのを今回お話します。えー、本当に必見だと思いますロイイジュジュ。さあ、今日も撮っていきたいと思いますね。えー、この YouTube そろばんチャンネルでは皆様のおかげで、えー、YouTube 側から、えー、若干ではありますけどね、広告をつけていただいております。まあ、日々数百円なんですけどね。えー、ただ、塵も積もれば山となるということでですね、まあ、それなりの、えー、チャリンチャリン溜まっていくわけですね。じゃあ、その溜まった金額はどういうふうにですね、えー、運用していきたいかというとですね、えー、全国のそろばん暗算学習をしている仲間たち ですね、倍、えー、配分していきたいなというふうに考えております。あのリンクを貼っておきますけどね、キブタウンというアプリを、えー、使いながらですね、あの皆様にお配りしていきたいと思います。えー、現状まだアンドロイドま寄付 寄付される側は OK なんですね iOS でも Android 版でも OK なんですけど寄付する側は現状 iOS のみなんでゴリ先生エクスペリアなんで Android なんですねもうしばらくお待ちください一応初回はですね10万円を振り込みまして1人1名10名のソロバンザン学習をしている仲間たちにですねちょっと条件をつけて配っていきたいと思いますのでまたその考えに賛同していただける方ぜひチャンネル登録よろしくお願いしますまたこの動画で このチャンネルでですね、必ず進捗は報告していきますので、えー、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。さあ、運はですね、お金の話ですね、お金の話をしていきたいと思います。えー、東京下町の資産家から教わったお金を捨てる練習をしなさいとはというお話をしていきますね、えー、サムネの画像にも残しておきましたけども、えー、ゴリ先生、お金の増やし方を教えてもらったのはお客様から、えー、それどういうことかというと、 えー、ゴリ先生、一番最初、えー、学生を卒業して、えー、バブル真った中ぐらいですかね、えー、本人たちは気づいてなかったんですけど、はじけたっていうの。えー、その時、証券会社にいました。年目かな転勤で東京の方、3年目かな ?3 年目か4年目、えー、東京の方に転勤できてですね、えー、その時のお客様、めちゃくちゃ、その証券会社の中でも、えー、ベスト10ぐらいに入るのかなベスト10ぐらいに入る。 えー、間違いなくベスト30には間違いなく入ってたと思うんですけど、あのそれぐらいの預かり資さんが多い、えー、お客さんがいらっしゃいました、えー、でその方はですね、まあ、東京の下町、えー、にです、ね、非常にビルを何ともお,お持ちで、土地も持ってて、という方がいらっしゃったんですけどね、でえー、その方に本当にいろいろと教わりました、えー、もうその方に本当にいろ、えー、んなお金の増やし方を教わりました、さらに当然、教わった中でもですね、ゴリス 先生が当然実践してきてるわけですよね、この数十年間の中で。で、その中で一番これが間違いないな、一番これがお金が増えたなっていうのを今回お話し,します。えー、本当に必見だと思います。<laughs> あのお金が好きな生度はですね、ぜひあの見てほしいなとで、将来役立ててほしいなと思うんですけど、で、その方の話、ちょっとちらっとしますね。えー、3社,3社ぐらいかな今 えー、3社ぐらい証券会社で取引されて、今でこそ、えー、株の取引流行ってますからね、あのー、ネットの証券会社も増えてますから、今でこそこう3社ぐらいに分けて、でそれぞれデイ,デイトレード用、えー、長期用とかですね、あとはまあ先物オプション用とかですね、みんなそれぞれの証券会社でこういろんな取引の質を変えてやるんですけど、もう数十年前、それこそ2、30年前ですから。 その頃になかなか3社、証券会社3社と付き合ってる人っていうのもそうそういなかったと思うんですよね。で、1社目っていうのは、えー、大手4社、その時まだ山市ありましたからね、えー、大手4社と言われる野村、えー、大和、山市、えー、日光か、4社で、えー、その2社目が、えー、その下の中堅。 8社だったかな ?16 社だったかな確かまた中堅があって。で、ゴリ先生の3社目。えー、もう、えー、弱小でしたけどね。<laughs> あの、中小証券会社があったわけです。まあ、そこにゴリ先生いたわけですけど。で、その3社と取引してて。で、その、 資産家の方が言われてたのは、なんで3社取引するんですかで、残りの2社はみんな支店長だったんですね。支店長クラス。方がおっしゃってたのは、それぞれの持ってる証券会社3社あるうちで、持ってる情報が違うと。 えー、だから、いろんな、あのー、大中小で付き合うんだよなんて教えて言われてたんですけど、今思うとです、ね、であ違うなというのに気づいたんですね、あのー、別にゴリ先生、そんな、その時もう若手で、ですねただただ元気があるだけ、えー、能力は元気ですみたいな、証券マンだったんで、あじゃないと、もうその頃からその資産家の方は、3社に口座を持って、それぞれ多分質の違うお金を置いてたんだなと。 あの例えば、台、え、湾、ー、であれば、えーまあ、相当な額で、えーそ、一番多分そこに比率が多かったんだろうなんで、そこに関しては、もう完全に安全な、えーで、一番額を置いて安全な運用をして、まあ、IPO とか新規公開株とかをなるべく優先的に、2社目はあの、例えば信用。 炊き、えー、物とかオプションかな、その時は多はそあのその方やられてましたんで、ね、で、三島目、五里先生のところもう、な、えー、くなってもいいお金を多分 あの入れてたと思うんですけどただ、なくなってもいいお金の額がまた半端なかったですけどね。で、信用取引をガンガンされてて、えー、でその方はもう 7, 7割ぐらいで売りをやってた、売りから入ってる方で、非常にうまくて、こんなことを教えてもらったんですね。で、その時に、色、え、々、ー、と教えてもらって、その中でゴリ先生が実践して、えー、この、その時のアドバイスで一番、一番増えた、不減というかですね、その方のアドバイス。 お金を捨てる練習をしなさいって言われたんです。教わったんです。まだゴリ先生が20代ですよ。20代の時お金なんて捨てれねえよなって思ってたんですけどね、その当時は。実は。全然理解できなかったです。お金を捨てる練習をしなさい。ですかね、ようやくここ、ようやくここ5年ぐらい、40代に入ってようやくかなというところではあったんですけど、 あのどういうことかお金を捨てるまあそのバ,ンバンバンバンお金を道端当然捨てるというわけではなくて例えば投資の話で言えばを買ってもうその買ったことすら忘れなさいと、えー、もうど,どうなってもいいその会社があの潰れようが、えー、全く自分の生活に。 えー、影響が出ないお金で、えー、株に投資しなさいとか、えー、そういう意味だった、えー、というのが、やっぱりここのところ、ようやく分かってきまして。長期期投資ままた質が違いますけどね短期 とまた長期ではあれですけど、ただ、あ,のあくまでも長期、えー、で、株でその勝てる確率がやっぱり高いっていうのは、もうどっちかだとゴリ先生は思ってるですね、デイトレードか、もう1日で必ず勝負を決めるのか、あとはもう数十年持つか、この2つ。 この2つなんですね。で、まあ、デートレードっていうと、またちょっとややこしい話になるんで、難しいですからね。あれですけど、えー、長期投資、買って、もうその買ったことすら忘れて、数十年持つ。これは非常に勝率高いです。めちゃくちゃ高いです。怪しいというかですね。 危ない、あの、銘柄選びの、あの、あれは必要ですよ。その、長期用に、あの、いろんな指数を見て、えー、買わなければ、長期投資用に買わなければいけないですけどね。割安株っていうのを選んでですね。それは置いといて、えー、非常にやっぱり株っていうのは、こう、波がありますからね。ただ、えー 当然皆さん、まあ、ゴリ先生もそうですし会社の経営者、会社の従業員もそうなんですけどその会社をとにかくやっぱり良くしよう、えー、年々、年々大きくしようという風に、えー、社長はじめ頑張りますから基本的には基本的には、えー、上がっていく基本的にはこう,ゆるこう波を打ちながら上がっていくそこら辺はちょっと銘柄選びが叶いますからねなんとも言えないですけども間違ったやり方さえしなければ勝手に。えーもう 忘れた頃に「えあそういえばあったな」ってパッて見ると、えー、ものすごい額になってるみたいな、えーそまあ、ものすごい額かどうかはちょっと別ですけどね、えー、とにかく配当とかもどん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 触らずですね再投資していくっていうのが一番、えー、ベストだからもう買ったことすら忘れて、えー、自分のその生活に 影響がないお金で株を買いなさい、そしてもう放っておきなさいっていうことを教えてくれてたんですね。これをやって、やっぱり、あのー、そう、ゴリ先生も、えー、そう思います。それが一番大成功してます。それが一番増えてますね。なかなかできないですよ。あのー、もう全然できないそんな、買ったことを忘れるあ、お金を捨てるつもりでお金を投資するなんて、なかなか難しいんです。ただ、 ただ、それを肝に銘じて、えー、やってる。 徐々にでできてくるんですねでなおかつ、えー、ゴリ先生の場合はその身近で、えー、預かり資さんといって金融マン、あの証券マンを担当のお客さんも当然、預かり資さんはある程度把握できてましたから、えー、間違いなく、まあ、数十億持ってるっていうのは分かってましたんでそんな人の言うことですから、えー、信じてみようってなりましたけどねなかなかあのこの動画を見てる、まあ、生徒、えー、保護者の方はなかなか長あのそういう方はまあ、 いればですねそういうものすごい何十億、数百億とか持ってる方がいればその人が言うんだったら、えー、信じるよやってみようと思うと思うんですよただ、えー、ゴリが言ってもなっていうところだとは思うんですですから、まあ、あくまで、あのー、ゴリ先生の、まあ、そういう経験談というか成功話なんですけどやっぱりそれをず,っと,やずっと意識してるとだんだんできていきますよだんだんできていきます。でやっぱりこういうい、あのー、いろんな 株を持ってるとですね、こういうあのいろんなお知らせがバン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 来るんですね、えー、配当であったりとか、で本当に最悪なのが <laughs>。 ああいう、こういう封筒の中に、いや、これ、い、イムラ封筒は、あれですけどね、ないですけど、株主優待であるとか、えー、クオカードが入ってたりするときがあるんです。それすら忘れてしまうっていうパターンもありますけどね、あまりに忘れすぎて。あの、だからそこはちょっと気をつけなければいけないところではあるんですけど、株主優待、もらい損ねたとかですね、いろいろとありますんで。まあ、それぐらい、それぐらい忘れて、 おいてあの本当にもう捨てたつもり要は捨てたつもりというのはそのお金がなくなったとしてもそのお金がなくなったとしても、えー、全く自分の生、えー、生活、えー、会社運営には全く何も影響出ないっていうお金で、えー、投資をした方がいいということですね。もアップしましたけどねそのソロバンコミュニティの方でもですね、えー、何度かちょっとこう株株を所有 してそののコミュニティの方でですねどういうような動きになるかっていうのを小中学生、えー、にも非常に分かりやすいと思いますんでねでそういうこともちょっと今後は、えー、やっていきたいと思いますなかなか小中学生でね、えー、株を買うってでほったらかしにするっていうのは難しいと思いますけどもまあゴリ先生が実際、えー、なかなかさっきも話したみたいにゴリが言ってもな信じられないよなっていう話になると思いますんで実際にまあほったらかしておくと、えー、どういうような推移になってどうやって入って 配当が来て,配当来てでそれをまた、あのー、その配当でまたさらに株を買って、えー、でどん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 ん、えー、積み上がるスパイラルという話をその動画でもしましたけどね開けた動画なんでぜひ見といてほしいんですけどそろばんコミュニティで検索してもらえば出てくると思いますので。その方でちょっと実際の ここういういとだよっていうので株をそのコミュニティの方にも渡していきたいなというふうに思っておりますお金を捨てる何も株を買うだけでもなく株を買うだけの話じゃなくて、えー、投資要は投資っていうのはそういうことだよ自分の会社に投資するとか誰かに、えー、投資するまあそろばんコミュニティでやっていきたいのは、えー、未来があるやっぱりそろばん暗産学習をしている、えー、仲間たちにゴリ先生は、まあ、投資投資というほどの額ではないですけどねそろばん業界を担ってもらえる方たちにうまく えー、いろんな形でこう使ってもらえればなでその子たちがですねまあ数十年後やっぱりこうやって、ね、大きくなってですねもしかしたら、えー、こういうような YouTube チャンネルで同じようなことをやってくれれば最高だなと思って、えー、投資していきますですからゴリ先生がそのそろばんコミュニティに、えー、投資する金額に関してはなくなってもいいと思ってる、えー、お金になりますんでまあ皆さんがですねそれを有意義に思いっきりチャレンジングしてもらえればいい いいなという,ふうに思っておりますはい、えー、今日もですね最後までこの動画見ていただいて本当にありがとうございますそれではまたお会いしましょうバイバイズームを利用してゴリ先生と何でもお悩み相談ができます興味がある方は是非概要欄をチェックしてみてください